情報社会メディア総局とは欧州連合の政策執行機関である欧州委員会の部局。バローゾ委員会において情報社会メディア担当委員はルクセンブルク出身のビビアン・レディングが総局長はファビオ・コラ・サンティがそれぞれ務めている。情報社会メディア総局はかつて第13総局と呼ばれていた。2004年までこの総局と 企業総局を一人の欧州委員が手のひら、つしていた。2005年1月から、情報社会総局は従来教育、文化総局の管轄であったメディア分野についても、管轄することとなった。党総局は、情報、通信技術及び、メディア分野についての研究、政策、規制を担っている。規制は、文化的、社会的、経済的目的を有しており、 ヨーロッパにおいて最大の経済部門の一部を対象としている。しかしながら闘争局は知的財産権のような情報社会政策の中核をなす一般経済や市場の問題といったものについての権限は与えられていない。情報社会メディア総局はすべての市民の利益に資するために情報通信技術の発展と利用を支えている。情報メディア総局の役割は 以下のようなものがある。情報社会、メディア総局は、欧州委員会にある総局でも規模が大きい方に分類され、ブルッセルとルクセンブルク市に職員およそ1100人を抱え、欧州連合の研究予算全体の約5分の1を割り当てられている。搭総局の重要な活動の一環として、刺激策となる分野での研究や、連携、協力、基準化、 長期的基礎研究活動といった加盟国の研究支援といったものがある。ありがとうございます。